はい、どうもこんにちは。これはなんか、あやささん、ちょっとね、あれですね、あんまり最近いいことないですね。金銭トラブルなんですね。1億円投資トラブルに巻き込まれると。女優綾瀬はるかが巨額投資トラブルに巻き込まれているということが分かった。これはね、綾瀬さんがね、コロナに感染する直前にあるトラブルに巻き込まれてたってことですね。綾瀬はるかの母親が代表取締役を務め、綾瀬と兄が取締役を務める綾瀬の個人事務所がある。あ、ホリプロとは別に個人事務所を持ってるんですね。なるほど。はるかちゃんの、お母さんは事務所の代表を務めていますが、会社の経営に詳しいわけではありません。だからお金に関する相談は綾瀬家が大体お世話になっている地元の税理士さんにお願いしていました。その A 氏がお母さんにこの低金利利貸に現金を銀行に預けておくのもったいない、運用してみたらどうですかと勧めたそうです。こういうの怪しいですね。税理士とかに任せちゃダメですよ、本当に。こういうのは、いや、もう税理士は本当に税務のことだけを見させるようにしておいた。もう本当にじゃないと、こうやってね、つけ込んでくる税理士っているんですよ。綾瀬の母は信頼している A 氏の言葉を信じ、今年の初めぐらいに個人事務所のお金を1億円近く投資した。あら、芸能界は不安定ということもあり、娘の将来のために何かしてあげたいという気持ちがあった。実際に運用するのは B 氏を中心とする30代の3人組の投資グループ。やばいですね。配当は月利 2% から 4%、 現在メガバンクの定期預金の金利が 0.02% を考えれば、いかに高金利なのが分かる。 A 社のような仲介者が複数おり、投資する際は運用を担保する B 氏の個人口座に入金すると。出資者の多くは60代以上で、高齢者で、投資額数百万円の人もいれば億単位の人もいる。綾瀬の母は月 3% の利回りがつく契約だった。しかし今年5月、それまで毎月払われていた配当が止まった。出資者には B 氏の口座がマネーロンダリングの疑惑をかけられて凍結されたことでお金が出せなくなったとの説明があった。もうこの時点で怪しいですね。やばいですね。配当は5月だけではなく6、7、8とストップし続けている。母から事情を聞いた綾瀬は驚き、ある人物に相談した。はるかちゃんは以前から東京でサポートをしてもらっている地元出身の顧問税理士に相談しました。実はこの税理士は A 氏の息子なんです。あ、そういうこと。話を聞いた息子はすぐに A 氏を問い詰めた。お母さんと投資グループの契約を解約して返金を求めた。綾瀬は投資に無関心な母親と高齢者を巻き込んだことに怒り心頭だという。あ、じゃあ元本返ってきたのかな、これは。綾瀬と息子からの返済請求を受けた A 氏は本市女性セブンが直撃するとこう釈明。そもそもこれは投資ではなく、金銭消費貸借契約という貸し付けで、最初に預けていた資金の元本を返済して、その後に 2% から 4% の利息をお渡しするという仕組みです。長期間預けることでやっとプラスが出るんだから投資ではない。ほう、これ貸し付け金だって話なんですか。その貸し付け利息が 2% から 4% を後で返すってことを言ってるわけですか。結構無理がある気がしますね。私は B さんを信頼し、自信を持った綾瀬さんのお母さんを含む15人ほどを仲介しました。その際幾分かの手数料をいただいております。つまり綾瀬の母が受け取った配当は B 氏らに貸し付けをしたお金の元本で、その返済を終えてから月 3% の利息を配当するとの言い分だ。しかし返済にしろ利息にしろ月々払われているものが止まっているのは事実。出資者からは詐欺を疑う声が上がっている。これ元本が戻ってきたかどうかがあれじゃないですか、大きいことじゃないですか。 A 社はどう説明するのか。おかしいなと思っているんですがといった A 社の説明。綾瀬が顧問税理士とこの話について、貸し付けなのかそれとも投資なのかっていうところの違いってのは、投資だと元本保証できないですよね。してないと思いますが、当然のごとく。1億だったり入れた1億が返ってきませんって言われても、投資したんだから、しょうがないよねって話もなる可能性がある。それかもしかしたら目減りしてね、
1億は返せないんですけど、じゃあ5000万返しますって話になるかもしれない。でも、貸付だったら貸付利息なんで、元本は当然のごとく返ってくるのが普通ですよね。これが返ってきたかどうかが大きい話じゃないですかね。多分、そこだけのことだと思います。あと、まあ本当にね、こういう怪しい投資はやめた方がいいですよ、こんなね。知り合いにやってもらうってのは一番まずいと思いますよ。名前が通ってる CM してるようなとこだって潰れるとこがあるんだから、いくら税理士が言ったからってそこを信用してやっちゃ僕は危険だと思います。まあ、そんな感じです。ではでは。